お客様へいらっしゃい。ゆえ。あ、みんなか、ここ。これみんなか。ムシラもだぞ。すいません。ちょっとまだね、ま、慣れてないんです。パスが下手だ。まだ慣れてない？パスが下手？おい。何回やってんだ？ゲスト。うまいパスをくれ。そうだよ。だからあんな貯めてやったんだろ。台本読んでないだけだろ。時間使うな。たくこんなミッドフィルダーじゃ優勝できねえな。どうすんだよ。帰ろうぜ。帰ろうぜ。待てよ。んだよ、んだよ、俺たちで全国出るって決めただろ。確かに俺はまだ一人前じゃないかもしれない。ああ、だな。でもお前たちと一緒に全国生きてんだよ。俺だって最初はそう思ってた。でももう無理なんだよ。いつになったら勝てんだよ俺たちは。さてよ、いつもいつも今度こそ今度こそって言ってよ、結局一回も勝ててねえじゃねえか。なんとか言えよ。今度は俺が止める。絶対に、絶対だ。そうだろ吉高。お前伝説の、だからさ、何回も言ってるじゃないか、俺はマネージャーなんだよ。出てないんだよ試合に。出てくれよ。ずっと一緒だ。マネージャーなんだよ。お前の足があれば俺たちは勝てるんだよ。足は速いんだよ。なんでマネージャーなんだよ。言ったよ。同じ夢見ようぜ。見たい。はい、長塚智人です。長塚拓磨です。堀江俊です。そして、ゲストのラーメン大好き山谷吉岡です。ラーメン大好き。はい、青春プレゼンツラーメン男子32杯目始まりました。イエーイ。みんなラーメン大好きか。大好きだよ。よし、元気があっていいぞ。本当に、はい、本当だ。いつもどんな時も食べたいものといえば美味しいラーメン。そんなに美味しいラーメンを食べたいなら今から作って食べてしまおう。それがラーメン男子です。毎月生と収録の2回の放送を予定しており、番組前半はどなたでもご視聴いただけます。外までうめえぞ。そして YouTube も期間限定で配信しています。 YouTube 公式生放送では番組前半のみお届けしています。体に悪いからな。でも豚骨だったらいいですか。豚骨ならよろしい。お前だよ堀江。これは失礼いたしました。番組後半は会員限定放送となっており、会費は1ヶ月税込み550円です。よろしくお願いします。後半はチャンネル放送のみとなっておりますので、ご入会のほどよろしくお願いします。お願いします。はい、番組の感想をツイッターでつぶやく際はハッシュタグの後にラーメン男子と書いてくださいね。さて、 M1 も終わり、クリスマスも終わり、いよいよ年の瀬、年末年始でございます。やだ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 。皆さん M1 見ましたか。見てない。見てない。嘘でしょ。いや、見ましたよ。あ、見たの。敗者復活戦から見ましたけど。マジカル。興味ねえのに振るな。まず俺見たの。俺見たの。本当に見たの。本当、俺見たの。大丈夫だった。話してめっちゃ大丈夫ですよ。誰が一番面白かったんですか。俺はインディアンスさんが一番好きでしたね。あー、インディアンスね。ポポ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 ってやつでしょ。それインディアンじゃん。おい、 M1 出ようぜ一緒に。ねえねえ、今一緒出ようぜ。やだやだ、たくま、やだ、俺とお笑い芸人やろうぜ。やだ、青春の兆し見つけたり。いいぞいいぞ、頑張れよ。クリスマスも終わってしまいましたけれども、はい、クリスマスは皆さんお仕事でしたか。クリスマスって何曜日でしたっけ。クリスマスって今週金曜日じゃない。あ、お仕事でした。みんなお仕事かな。ありがとうございます。みんなお仕事、うん、画面の前のみんなはどうお過ごしですか。聞いてやるなよ。おいおい、なんでだよ。あるわけねえだろ。やめろって、そういう話だよ。そうなんだな、みんなどうなんだろう。失礼だぞ。そうだぞ。ごめんね、なんか高塚くんが、うん、お仕事でしたって許してあげてね。お仕事お仕事お仕事、バイトでした。クリボッチ。そうだよな、配信見てましたっていうね、うんうん、ありがとうありがとう。学校、あ、そうだよね、だって浅上さんとゲームやってたんだもんね。高塚さん、そうそうそう。あ、そうなんだ、うん、でも今俺一瞬見えたよ、彼氏と過ごしたっていう人。お、なんだ。
いたぞ。裏切り者がいるぞ。おいおいおい、見つけろ。お、でもケーキ販売してる人とかもいるよ。子供とケーキ食べたい。あ、いいですね。いいですね。あ、彼氏とクリパ。おい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 、裏切り者がいるぞ。おい、負けてんぞ。魔女狩りだ。やめろやめろ。はい、まあそんな感じでみんなね、クリスマス過ごしても本当に年末年始のモードですよ。うん、いよいよです。まあそんな中でね、年内ラストのラーメン男子をやっていきたいと思いますけれども、うん、まずはですね、メールがたくさん来ているので読んでいきましょう。はい、今回募集したメールテーマは、前回31杯目の感想と、はい、山谷さんのイケメンなところ、おこちらでございます。まあ最初はちょっと前回の放送1つぐらい読んでみましょう。はい、ちょっとね、お願いします。はい、メンネーム町よりの初老さんからいただきました。ありがとうございます。頑張れ頑張れ。高塚さん、長塚さん、堀井さん、ゲストの山井さん、こんばんは。こんばんは。前回紹介されていたスープ春雨をラーメン男子の放送後にいくつか箱買いしました。お、会社の健康診断で去年より増えてしまった体重に絶望し、ダイエットしなくちゃと思っていたところにスープ春雨を紹介していただいたのでとてもありがたかったです。お、あ、そうか、こんなに美味しくて低カロリーなんて素晴らしいですね。スープ春雨一部9倍というニュースも見たので、手元にある分は大切に食べていこうと思います。そうなんだ。そうなんだ。まあ100キロカロリー以下は全部ゼロカロリーですからね。あ、出た出た。うん、あ、シシャゴね。そうそうそう、シシャゴにしたらでも違うか。それで言ったら、実は、うん、このね、スタジオの控室にあった春雨、うん、スープ春雨を山井さんもね、さっき食べてましたよね。さっきね、楽屋で食べてました。うん。うまっつって。うん。もうね、僕山屋さんが物食べてるの見ると安心するの。やめてもらっていいかな。食べるから僕も食べる食べる、うんうんうん、あのね、その山屋さんを深く知ってる人は、うん、山屋さんがこれを食べるととかこのタイミングで食べると危ないっていうの知ってんだけど、うん、ふわっと山屋さんのこと知ってる人は、うん、山屋さんがご飯食べたら死ぬみたいな、うん、そこまで認識を持ってんの。本当にお前だよ。ふわっと側なのかな。僕だったんですか。そう、ホリエルは。 そんなことはないんですよ。おかゆ食べてるもんね。食べるね、うん、ちゃんとね、昨日も食べてるから計算し尽くされてますからね、うん、ちゃんとね、おかゆ食べるんだ。おかゆ食べるよ。おかゆ食べねえやついねえわ。食べて、かわいい、ね、まあでもそんな感じでね、嬉しいですね。箱買いまでしていただいて、ね、俺もいただいたやつ家で速攻で結構量あったんですけど、うん、食べちゃいましたね、うん、そんぐらい食べやすくて美味しい、ね、罪悪感ないしね、ゼロカロリーだから。そうそうそう、うん、まあ俺はカロリーちょっと欲しいんですけどね。いや、わかる。結局カロリー少なくてももう一個別の重いやつ食べちゃうんだよな。どういうこと？じゃ、分かってないみたいよ。なんかここで意思が疎通ができてないよ今。すれ違ってる。それがいや、ダイエットしたいって言ってるのにさ、うん、それが原因だよ、うん、すぐナスの弁当食うから、うん、だから太るんですか。そうだよ。夜中の5分前にオリジン弁当食べてるから。そう、もち米ちゃんを見てね、ちょっとはね、うん、反省しなさい。もち米ちゃん、なんだっけ。大福だよ。大福か。仲悪い。別にそういうわけじゃないんだよ。いや、仲いいですよ。めっちゃ仲良しなんだよ ね、 ね、大好き。結構やってんだもんね、ラーメンだし、ね、もうかれこれ5年ぐらいの付き合い、ね、あ、まあ5年ぐらいの付き合い、ね、はい、じゃあもういいです。読んでいただきますよ。もういいです。もうこっちの前回の感想いいんです。 何に対して、うん、山谷さんのイケメンなところ。そうだ、こちらがなんとね、3000兆通来てます。3000兆通、3000兆通、選びに選んだね。結構最多してくれたんですか。これを全部スタッフさんが、だからホリエル手血だらけだったの。そう、見たんすか。バレてるよ。お前もやってくれたの。すごかったから、チェック。いや、洗ったつもりだったんだけど、僕もやりました。昨日の夜からここスタジオ入って。うわ、やってくれてたんだ、ありがとう。それボロボロだったから、まあ、そんな中から厳選されたメールをちょっと山井さんご自身で。あ、僕がね、うん、はいはい、思います。すいませんね、これ恒例なんです。あ、そうなんですね。ご自身で読んでいた。毎回イケメンなところで。そうそう、周知プレイ。そうなんです、周知プレイ、うん、ちょっと恥ずかしいですけど。イケメンに読んで、はい、お願いします。なんて、あ、確かにイケメン声聞きたいな。やかましいな。メンネームビルドックさんからいただきました。イケメンだわ、イケメンだわ、イケメン。高塚さん、長塚さん、堀江さん、やだ、名前呼ばれちゃった。スタッフの皆さん、あんた呼ばれてないわよ。あたし呼ばれたわよ。あたしが呼ばれたよ。あたしが呼ばれたよ。喉がぶっつぶすぞ、お前ら。喉、声帯をぶっつぶ。山田さんのイケメンなところ、それはズバリ美しすぎる手です。スラッとして長い指に男らしい筋張った指にいつも惚れ惚れしています。そうだね。シルバーのアクセサリーをつけている印象があるのですが、うんうん、そちらも色白な肌に生えていてとても似合っているなと思います、うん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 、以上です。なるほどね。ファッションとかか。手か。手見せてくださいよ。手見せて。あ、手、はい、細っ。かっこいい。すごい素敵。でもあの手は私のものだから。あ、私のものよ。私を抱きつけて。私を情熱的に抱いてくれるの。あんた出てくんじゃねえわ。あたしだよ。あたしだよ。何言ってんのよ。話しなさいよ。ちょっとやめなさいよ。私がいる。
いつもは誰の仕事俺あそうなんだね。なるほどなるほど。ね、今日山谷さんにこの3人に山谷さんっていうもう俺にとってもリラックス空間すぎてちょっと今日こっち側に行きたくてしょうがない。ね、突っ込んでいいの？もちろんです。あいいんだ。もちろんですよ。なるほど。わかりました。把握。いやでもすごいシルバーのアクセサリー僕つけるイメージなかったんですけど。続けるの今の話題。ちょっとお便りもね、説明いただいたからせっかくもらったから読まなきゃね。うん。あれイメージない。意外だった。そうなんですよ。つけてるよ。そうっすか。夏とか特にね、うん、あ、そうなんだ、うん、そうだね、確かに結構山井さん、あとファッションもおとなしめじゃないですか。まあそうだね、最近おとなしめか。何を言ってんの。いや、なんか結構その、なんだろう、リングとかそんなついてないでしょ。あー、お前ゴテゴテは。お前山井さん、誰かと勘違いしてる。いや、それ、なんかフワちゃんの男性バージョンみたいな服は着てるけど、なんかもっとこう、なんだろう、着てねーわ、着てねーけども、うん、初めて言われたけど、ね、もっとなんかこう、渋谷の高架下ファッションみたいな。はいはいはい、そっち系をなんかね、やってほしいんですよ。渋谷の高架下系ファッション、うんうん、なんかファーとかここについてなんか真っ黒でクロムハーツいっぱいつけてる。あ、はいはいはい、そういう系のファッションの山屋さん見てみたいです。昔の池袋な感じね。あーみたいな、ちょっとやんちゃな。そう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 、ね、うん、山屋さんは見たくないかな。なんか合わないんだよなこの二人意見がいつも合わない。そうしてるんだよ。いや今日特に合わない。特別合わない、うん、僕は山屋さんのなんか新しい可能性とかを引き出せたらいいなと思って。いやいや俺はもう常に洗練された山屋さんを知ってるから。俺はもうその状態の山屋さんを常にやっぱり見てる。ありがたい、ね、いやマウントなんか今マウント取られたこっちはね二人で番組もやってますし、うん、山屋さんのこともはるかに知ってるんで、まあ、いやそういうこと言われてもさ、うん、なんか番組やることがじゃあ偉いの。それはそうでしょ、うん、番組やったらそれよりよく関係値が議論が盛り上がってるところですが、うん、CM のお時間になります。ない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 。あそういう切り方もあるのね。すみません。なるほどね。なるほどなるほど。まあありがとうございました。ありがとうございます。皆さん手にも注目してくださいね今後は、はい、シルバーアクセの。続きましてメンネームみずきさんからいただきました。ありがとうございます。高塚さん、長塚さん、堀江さん、そしてゲストの山井さん、こんばんラーメン。こんばんラーメン。山さんのイケメンなところですが、周りから愛されているところではないでしょうか。高塚さんもよくやっていますが、いろんな声優さんが山さんのモノマネをしていたり、ご本人がいないところでも山さんの話題がよく出ているのを聞くたびに、みんなから愛されている存在なんだなといつも思ってます、はい、ですって。素晴らしい、ありがとうございます。確かにあの山さんのいないところで山さんのお話はよく聞きますわ。ホリエルはそうか、うん、まあね、タクちゃんとかよく話題に出されるんだけど、うん、まあ、村瀬歩夢とかね、うん、でも出ますか。何系で出るの。出るときはなんかすごい山谷吉高選手権ってクレイジーだね。クレイジーだなって、うん、モノマネで出てるよって、うん、絶対モノマネをされる流れになったら山谷さんはいるんですよ、うん、あまあ、特徴的な声ですしね。そんなモノマネする流れってある。あんまり見たことないんだけど俺が作ってたんかな、うん、でもよしきくんが一番うまいんだって。そんなことはね、それ知らない、うん、俺だよ。おじゃあちょっといいっすか。山谷吉高です。俺のクールなパフォーマンスにしびれなよ。それキャラクターだからさ。僕の声ではあるけども、うん、それキャラクターだから、うん、ちょっと作ってはいるよね、うん、そっかそっかそっかじゃねえわ。イカドリくん、タイムリーなやつ出してくれたから。それもキャラクターだからさ。それ吉野純平くんもキャラクターだからさ。そうなんだね。知らずに見てたの。死んでるじゃん。生きてるからさ、まだ。うん、もうちょっと生かして。失礼いたしました。頼む。そうでした、すみませんね。それは山谷さんじゃなかったですね。はい、違いましたね。キャラクターですから。まあ、ね、話題に出していただけるのはありがたいことですね。うん、安心するんですよね、山谷さんが。こうなんか番組、それこそこういう番組とかに行ってくれるだけで、うんうん、何にしても、うん、回収してくれるし、はいはいはい、戻してくれるし、うん、確かに、うんうんうん、本当に安心感みたいなのがめちゃめちゃあるんです、うんうん、まあ今日に関してはもう帰りたいなって思ってえ、なんでですか。いやもう本当は5倍速ぐらいで番組進んでいかないかなって思ってる。そうなの。そうなのじゃねえわ。そんなことないです。楽しくやりましょうよ。楽しいよ。帰らないでよ。はい、で続きまし、楽しくなっちゃうからさ。続きまして、ヤマヤがいないと。メンネーム、アキーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。高塚さん、長塚さん、堀江さん、ゲストのヤマヤさん、こんばんラーメン。こんばんラーメン。
ね、まさか山谷さんがラーメンラジオに来てくれるなんてと思いメールさせていただきました。確かに山谷さんのイケメンなところですが、頭の回転が速くてクレバーなところだと思います。いろいろな番組でトークをされている姿を拝見していますが、言葉選びが本当に独特で面白くて、山谷さんの出される大喜利回答大好きです。うわ、わかり、暗闇の中からのハッピーバースデーは今でもたまに思い出して笑ってしまいます、サイコパスと言われがちですが、実はめちゃくちゃ優しくて周りを見てサポートにも回れ、頭の回転も速い山谷さん本当にイケメンだと思います。あざます。分かり手ですね。タカピと一緒に出た番組のやつだね。そうです、ね、暗闇のハッピーバースデー。暗闇の中のハッピーバースデー。怖そう。まあ、残業中に、まあ、男女2人ね残業してる中で、まあ、停電が起きたと。おその時にイケメンなあなただったらどうその女性をね安心させてあげますかみたいなお題があったんです、うん、ちょっとドキドキシチュエーションみたいな、うん、それではその場にいた3人みんなやったんだけど、うん、停電になった瞬間に、うんうんまあ、何をするか、うんうん、安心させてあげるかっていう時にまあハッピーバースデーのサプライズだよみたいなことに勝手にしちゃって、あーなるほど、っていうまあ回答をさせてもらう。うまいうまいやめろ、うまいうまいやめろ、うまいうまいやめろ、やめな、ホリエル知ってるでしょ、うまいうまいダメなやつだったそのリアクションは、うん、そうまあそういうことが過去あったんですよね。そうなんですよ、うん、まああれはね本当その瞬間その場を見ていただけないとねちょっと口を詰めするとまたね、ね、難しい、うまいじゃんってなっちゃうんだ。確かに瞬間的なものだったからさ、でもマジでね山谷さんの大喜利はね本当に言ってますよ、めちゃめちゃすごいんですよ、うん、一緒にね番組やらせてもらってますからね。そうそうそう、なんかそれ以来僕もなんか結構いろんなところで山谷さんの視点みたいなの僕ツボなんですよ。おそうですか。結構自分の中で生かしてもらっ、生かさせてもらってる。それ初めて聞いた。どういうこと？結構あります。いやなんか山谷さんの見てる視点とか言い方とか言う間とかが面白いんですよ、うんうん、それを自分でトレースしたりとか、それをちょっと真似るみたいな。そうなんだ。そんなんしてんの。師匠じゃんもはや。確かに、ね、まあある意味師匠かもしれないですね。山谷師匠だ、うんうんまあ、そうですか。師匠、はい、今後ともよろしくお願いします。あ、いいね、いいね、そういう関係、関係だ。どうなってんこの番組まだ全然つかみきれないけどさ、誰がボケて誰突っ込んで誰が回すのこれ。全員ボケです。わかんないわ。全員ボケです。全員ボケです。今日まあまあ空気読める方だと思うんだけど、この場の空気は1ミリも読めてない本当に申し訳ないんだけど。いやでもそういうとこだよな。そういうとこだよな。ちゃんとね皆さんも何そのスーパーあ、何でしょう、皆さんもちゃんとそういう山谷さんの細かいところ気づいてくれてるからね、はいはいはい、僕あの飲み会の時の山谷さんとかすごく好きですよ。あーやめな、いやでも本当にね、うん、お皿とか配ってね。あーそういう部分ですか。そう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 、お酒飲む前の山谷さん。そうそうそう、お酒飲む前の山谷さん。飲む前の僕はよ、前の山谷さん、前の山谷さん本当にかっこいいからね。ありがとうございます。はい、そんな感じで。めっちゃ沸騰してっけど、まだいける。もう一ついける。もう一ついけますね。めちゃくちゃ止める。じゃあ普通止む。止めなくて、そのまた終わったら。もう押せなくなっちゃった。そういう仕組みだわ。あ、押せた。あ、じゃあ、うん、ラス1。はい。ラス1じゃ読ませていただきます。はい。メンネームバラちゃんさんからいただきました。バラちゃん。あざす。ありがとう。高塚さん、堀江さん、長塚さん、そしてゲストの山谷さん、こんばんラーメン。こんばんラーメン。山谷さんのイケメンなところですが、まずはツヤツヤな髪の毛。確かに、ずっと黒髪だからこそなのかもしれませんが、うん、本当に髪質サラサラしてて羨ましいです、うん、染めてるイメージがないのですが、山谷さんは髪を染めるのは嫌いですか？あとは話し方が優しいところがイケメンです。山谷さんの声と話し方は聞いていてとても心地よいです、うん、あとは個人的に泣きぼくろ、目の横のほくろがチャーミングで好きです、うん、色が白くて細い方がタイプなので、山谷さんは本当にドタイプです。ドタイプだ。バラちゃんありがとうございます、うん、まあでもね、俺から言わせてもらうと山谷さんね結構ね髪染めてたことあるんですよ。ああ、そうね、うん、昔ね、実はそうなんです、ね、全然昔は染めてたよ、知ってるのその時代。全然知ってる、全然知ってる。子さんぶりやがってこの人今となってはね黒いけど、はいはいはい、結構昔はそれこそね、うん、金とか金とかね、緑とかもね、はいはいはい、結構言ってたって。緑懐かしい。そうっすよね。ね、ちょっと射程が、タカピが言ってることは本当だけど、うん、ホリエルの懐かしいは嘘。バレたか。その相手は嘘。そう、そう、ファールです、それは。このゲーム難しいぜ。おもろ。
業界に入ってからはやってないんだよね。だからね、うん、茶髪だけやったことがあるけど、うん、だ大学時代、大学に1年間だけ通っていた時期があったんだけど、うん、そこで金髪とかシルバーとか緑色とか、うん、そういう髪色で遊んでた時期はありました、うんうん、マジっすか、うん、マジっす。でも遊んでた割にはでも綺麗な髪ですね、うん、まあまあ10年経ってるからね。あ、そうか、その頃から比べれば。今はもう染めないの？今は染めないかな。太ったら染めるかも。太っ、あ、体が肉ついてきたら、うんうん、太ったらなんで？いや、まずは太らないとなって思ってる。似合ってたいっすよね、どうせ染めるなら。あ、今2人染めてるけど、2人似合ってると思うんだけど、すごく、うん、高ピはずっと茶髪。この白似合ってます？似合ってるって言ってくださいよ。似合ってないって言われがち、この場では。え、今日初めてだ、今日初めて今日白は初めて。この髪色にして触れられなかったの今まで。あ、いや、今日、昨日染めたらしいです。え、そうなの？皆さんはどう思われますか？いいんじゃない。俺1個前の色好きだったんですよね。で、すげえ褒めてたんですよ。1個前何色？1個前、なんかちょっと白じゃなくて緑っぽい色だったよね。青ですね。青か、青、うん、なんかちょっと適当なことばっかり言ってる。いやいやいや結構それぐらい、うん、そのなんか淡いというか、うん、緑をはっきりの色じゃなかった、ね、青と間違えることは。緑も入れたでしょ、珍しいね。これ見れてないみたい、うん、今じゃないでしょ、うん、今じゃなくて前回、前回入れてないです、うん、出ちゃったんだって。この話を終わろっかね。やめよっか。ひどいです。やめた方がいいと思うな。山谷さんは黒が一番いいです。ありがとうございます。でも確かに黒が本当に今しっくりきてます。あ、本当、うん、てか肌白いからやっぱ黒が似合うんだ。確かにな、映えるもんな。確かに、まあ、長にはもう僕は黒がいいなって思ってる、まあ、そう、茶色は違うかなって思う。本当に。お、でも一時期茶色だったけどね。行くんだったら白とかに行ってほしいね。白、白、白か。いや、綺麗な顔立ちしてるから3人中2白になりますよ ね。オセロだったら君も白。僕白じゃないですか、ね、私も白にするかの。何で盛り上がったの？聞こえなかったけど。確かにピンクいいじゃん。ピンク？え、だってランマになってたじゃん一回。赤、正直ランマになったね。あ、いや、真っ赤にしてましたよ、うん、彼、うん、え、僕その時期会ってないわ。そうそうそう、え、あ、そうだ、ちょうどコロナの時期、うん、だっけね、今年の半ばとか。いや、コロナの前。違うわ、違うわ、前だわ。そうだ、全然前だわ、去年、うん、赤いしてた。赤くしてた、それはなんで？心境の変化。なんか一回染めたいなって思ってた。で、一回染めて満足して今黒になったっていう。おー、うん、そこからハマってとかじゃないんだ。そうね、戻しちゃう。まあいいやってなって黒でいいやって、うん、そっかそっか、うん、まあ黒は似合うと思うけどね。確かに、ね、満足しちゃった。しっくりくるもんな、うん、長しか黒も、うんうん、まあそんな感じですかね。はい、はい、はい、メールは以上となります。それでは皆さん、お待たせいたしました、ラーメン男子。本日のラーメンを紹介します。む、本日のラーメンはこちら。ババン、日清食品さんの日清のどん兵衛年明けうどんです。どん兵衛、はい、どん兵衛、まあラーメンです。ラーメン、そうですよ、ラーメンですよ。僕らが食べるものは全て、はい、麺であればラーメンだ。いや、うどんです。いやいや、ラーメンです、ラーメンです。ラーメンです。これラーメンですか。うん、はい。お、まあね、今日はね、年末年始ということで、一足早く年越しそばならぬ年明けうどんをいただきたいと思います。明けるぜ。それでは早速、日清のどん兵衛年明けうどんをいただきたいところなんですが、より美味しくいただくために年明けうどんについて学んでいきましょう。いや、うどん言ってるやん、もう。言ったやん。堀江くん、準備はできたかな。わかりました。どうぞ。ではニュースです。年末を彩る、大変失礼いたしました。ん、早くない？しっかりしろ。年末を彩るお笑いバトル M1 グランプリ、そのスポンサーにもなっている日清食品、うん、その日清食品を代表する商品であり、今ではすっかりおなじみの星野源さんとドンキツネに扮した吉岡里帆さんが出演する CM で話題といえば、そう、日清のどん兵衛です、うん、今回いただくのは日清のどん兵衛年明けうどん。年明けうどんとは、純白で清楚なうどんを年の初めに食べることで、その年の人々の幸せを願うもの。え、そうなんだ。白いうどんと赤い梅干しで紅白を演出し、うん、さらに長寿を願うことぶきかまぼこや、うん、運気を上げる刻み揚げが入った、うん、まさに年明けにふさわしい縁起のいい一杯です。そんな日清のどん兵衛年明けうどんをいただいて、年末年始の運気を上げてハピハピにいきましょう。ハピハピハピ、うん、ウルトラハピ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 さよ。はい、ということで早速いただきましょうか。、はい、
皆さんじゃあ作っていきますよ。すごいんですよこれ梅干しがねやっぱ ねポイントですよね。なかなかないよ梅干し入って梅干し入ってるんだ。そうなんで梅干しが入ってる彩りが生まれますね。紅白になるんですよ梅干しが入ってね。しかも深町さんの年なりの年の字のねっ寿、ね、このねほんとだ寿、うん、入ってます。深町くんの名前って縁起いいんだね。そうなんですよ縁起がいいんだよ。年なり作り方間違えないのにね、いやこれ確かに過去僕は 2,3 回間違えましたからね。嘘粉末スープと火薬を入れます。いいんですか？いいんだ入れろ。粉末スープと火薬を入れます。はい粉末スープと火薬を入れました。梅干しはあと？梅干しは最後です。最後ですか？これ見て梅干しちゃんとこういう袋にね、小分けで入ってるんですよ。だから多分梅干しがちょっと苦手だよっていう人は、あ確かに入れなくてもいけるっていう、うん、だから僕ちょっと梅干し苦手なんでね。あ、そうなんだ。ちょっといる人いる。まあでも苦手な人いるよね、うん、俺が食べるよ。じゃあじゃあちょっと高塚さんに後ではあげよう。はい、はい、いただきますね。よしじゃあお湯入れていこうかな。入れちゃって、うん、それでは、うん、これよりどん兵衛製作の作戦を開始する。はっ、長塚。はい。お前はお湯入れできるな。できます。よし今回は梅干しもあるから注意しよう。わかりました。堀江。は貴様にも一人でそれを作ってもらう。できるな。無理です。お湯を入れるだけだ。無理だ僕にはできません。何度やってきたんだ。でも無理です。無理です。僕には無理です。左前を見ろ。今日新たに新兵が一人この舞台に入った。そいつと協力をしてどん兵衛を作り上げろ。吉高。はい。堀江を頼むぞ。わかりました。最長無理です。僕には無理です。堀江。はい、はい、お前はいつまで大将に頼ってるんだ。はい、一緒に入ってきて俺たちがこのラーメン国を守ろうって誓ったんじゃないのか。はい、そうだろ。はい、じゃあやろうぜ。わかりました。僕やります。やらせてください。お願いします。よく言った。さあお湯入れ開始。はい、はい、じゃあ入れていきます。はい、お願いします。ちょっとタカピから。あ、じゃあいい、うん、ありがとう。え、もう入れて。こう、おいこから。あ、気をつけてね、みんなお湯だからね。気をつけてよ。柳井さんは線までお湯入れる派ですか？入れない派です。あ、入れちゃった。ちょっと、さすがだな。開けておきました。分かってんだ。え、これみんな何分で食べる人ですか？おっと、5分でしょ、本当は。本当は5分。本来は5分ですね。僕違うんだよな。え、はい、あ、僕どん兵衛の食べる時間あるわ。何食うんすか？僕3分20秒。20秒。刻んだね。3分20秒で蓋を開けるの。5分。めちゃめちゃこだわりある人ですね。固め、ちょっと固い感じ。固め。どん兵衛さんはなんならちょっとじゃないかも。結構固めかも。3分台は。真似したくなるな。ちょっとやってみようかな。俺でもね、時間。これでも誰が数えてるの？スタッフさんが。あ、数えてくれてる。そう。いつも数えてください。そうなんですよ。そう。しゅんくん、梅干しちょうだいよ。あ、じゃあちょっと、じゃあちょっと、ちょっと下から失礼しますね。ありがとうございます。イエーイ、ダブルだ。誰にもバレてませんよ、これ。そう、どん兵衛さんといえばね、あれ、鴨出しのやつある、そば。鴨出し？この場にはないんじゃない？あ、山屋さんの。あ、山屋のとこ。俺ね、それね、マジでコンビニ行くたびに買うレベルで食ってます。マジ？これ美味しいよね。めちゃめちゃ美味しい。これ美味しい。そうなんだ、食べたことない。それに七味をね、あ、そうなんだ。めっちゃかけてね、辛めにして食べるんですよ。へぇー。超美味しい。美味しそう。チーズとか入れてもうまそうですな。ちょっと鴨出しにチーズは違うんじゃない？うん、ちょっとそれ違うか。ちょっと違ったみたいです。カモにチーズか。そう、5分で、ね、まあでもフランス料理ではね。カモにチーズ。助けなくていいよ。助けなくていいよ。明太子は？明太子は？
明太子も合わない？合わないんですか？まあでもね、カモも明太子も日本のご飯みたいなとこあるからね。合うんじゃない？入れてみたらいいと思うよ、プライベートでね。そうですか。それはやってみなさいな。やってみないとね、何事も分かんないから。そうだね、どんなことに。チキンカツとか入れたらどうなります？チキンカツはさすがに合わないですか？まあでも一緒の鶏だから、ね、そのまま食べたら何も入れなくていいんじゃないのに。チキンカツもチーズも明太子も美味しいかもしれないけど好みだからさ、はい、誰なんだよ、人それぞれだからさ、ね、いいんじゃないかな。5分って結構長いですね。そうですね、3分20秒はもうそろそろじゃないですか。3分20秒、個人的には3分20秒、俺ちょっと4分ぐらい行きたいな。あーでも4分派も分かる、5分行きたいわ。たださ逆に7分、ごめんタイミング悪かったね。まあ、でも柔らかめにするのが好きっていう人もいますよね。いや美味しいよマジで。10分とか10分どん兵衛美味しい。10分、じゃあちょっと7分にしてみようかな。出た、もちもちだよ。話には聞いたことがあるけど、やったことない。長めどん兵衛はマジで美味しい。やってみよう、じゃあ7分にしよう。おマジか、行くね。はい、ありがとうございます。3分20秒、ここでヤバイさん。やっぱその蓋を開けて、何かを入れる時間があるじゃないですか。はいはいはい。そこを考えると結局まあ3分50ぐらいで一口目を食べるんですよね。計算して。そうだ、なかなかのカップラーですね。めちゃくちゃ計算します。カップラーって言うんだ。いいっすね。カップラーって言うんだね。初めて。じゃあ俺もそろそろ行こうかな。あ、4分の人？4分の人。おお、いいねいいね。あとね、梅干し入れるから。そうかそうか。うわ、どん兵衛に梅干し入れるのはでも初めて。確かに彩りが生まれます。4分です。梅干し好きなんですよね。まずなんかうどんに梅干し入れるの初めて知った。ね。確かに新鮮な感じ。口に入れた時の味気になりますね。酸味がどこまで来るんだろうね。だからこうお高いところでうどん食べると、そうなんだ。あの梅干しが入ってたり、そういうメニューがあったりするよね。じゃあ山谷さんまずは。いいですか。実食してください。いただきます。毎回何か食べてるこの番組は。毎回食べさせていただいております。いただきます。見えてるか。あ、音楽あった。いただきます。あ、やっぱり3分20秒はマジで硬い。硬いっていうのは、いや違う、この手堅い、手堅い、あ、手堅い、めちゃくちゃいい腰で食べられる。あ、よかった、そっちね。で、やっぱり梅干しが入ってるから、少し酸味が加わってて、僕が過去どん兵衛めちゃくちゃ食べてきたけど、なんかね、ほんと違うもの食べてるみたい。全然違うんだ。へえ、すごい。どん兵衛に酸味を追加したことなかったから、いや、これだこれで本当に美味しい。そうなんだ。5分経過。じゃあ5分行きます。じゃあ俺行こうかな。高塚さん、梅干しをちょっとほぐして。いただきます。食べちゃえ食べちゃえ。なんだなんだ。やっぱりね、4分はね、硬い。どっちの硬いですか？あ、これはあの麺が硬いとかじゃなくて、手堅いってこと。ちょっと一瞬モノマネ。一瞬やったけど。やるならやってもらっていいかな。グラデーションで持ってる。バレすぐやめた、ね。バレました、ね。秒で諦めんのやめてもらっていい。食べながら山井さんの真似できないってこと今すぐ気づいたんです。なんでね、めちゃめちゃ美味しい。その今梅干しをわざとちょっとほぐして、梅干しも一緒に食べてみたんですけど、合いますね。こんなにうどんと梅干し合うんだってぐらい合う。合うんだね。俺も確かにね、梅干し自体は好きなんだけど、うどんと合わせて食べたことって今までなかったんで、ちょっとスープもいただこうかな。あったまりますね。じゃあよかったです。よかったです。実に美味しいです、はい。さてじゃあ次長にゃんが。はい。長にゃんが5分。そう。ちょっと柔らかいのかな。ちょうどか。時間的に。一口大きい。豪快なんだ。ギャップだ。いや、やっぱり5分は硬い。え、それ真似しようとして。
それ真似しようとしてたの今の。真似しようとしてた。あ、してたんだ。一番似てないじゃん。めちゃくちゃまんま長にゃんだったの。そうね、うん、可愛い声。真似しようとしたら全然似なかったわ。可愛い声出してる時の長にゃん。そうだね。そうだね。うん、あ、違う。なんの。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。おお、よかったな、うん。麺の柔らかさはやっぱりちょうどいい。もういつも通りですよ。うん、あ、いつも通りで、ね、この出汁が効いててね。慣れ親しんだ。効いてる。そうそう、うん、やっぱ梅干しとも合うね。あ、そうだよね。和風だから。酸味はどれくらいある？うん、あ、でもめちゃくちゃってわけじゃない。うんうん、ほんのり、ほんのり酸味があるかなって感じ。7分経過。じゃあちょっと私揚げさせていただきますからね。うん、ちゃんと噛んでってコメントがいっぱい来てる。美味しい。7分はもう見た目は結構柔らかそうな雰囲気もう出てる。ちょっとじゃあ軽く混ぜましてね。うめえマジで。ほいだらば、まあいただきますわ。うん、ちょっとね、熱そうなんで。なんで笑ってる。どうしたどうした。いや、食べる前に笑って。あ、食べた。この後もモノマネやらなきゃいけないんだと思ったら面白くなってきた。さすがに硬くはないもんね。いや、でも7分は硬い。何それ。あ、これは今の硬いっていうのは手堅いって意味な。ちょっと鮎が入ってんだよ。そんな二頭身ぐらいの声で喋ってる。、うん、こんな感じで喋ってる。僕普段喋ってないんだよ。どう見えてるんだろうね。確かに山井さん地声はほぼ三頭身です。そうだよね、三頭身。三頭身ちっちゃくね。普通に喋る。それか顔めちゃくちゃでかくね。どっちかわかんないけど、三頭身ぐらい可愛い声はしてます。やばー、多分ハートまだやるの。ハート強。めちゃくちゃハート強いじゃん、ここにいる人たち。確かに美味しいよね。お前もかよ。今すぐだ、頭おかしくなりそうだね。めちゃめちゃ合ってる。やべえなこれ。やべえな。ダミ声のやつ出てきたしよ。すげえ美味しいよねこれ。わあ、うまっ。山屋の下がらす。山屋です。どん兵衛、みんなの自己紹介しないよ。下がらす。かまぼこがさ、うん、すごいめでたい雰囲気出してる。お前はもうちょっと似せる努力でしょ。確かにね。こんなんもはや食事じゃねえ、これもはや感動的な。感動的な、なんだよ感動的な。感動的なって言ったよね。感動的な、なんだよ。エッチな味する。舌が気持ちいい。あ、そういうことね。やばいよ、下からやす。やめて。やめて。みんなそこだけ切り抜いたりするんだからさ。使われるから何かあったと思う。似てねー。でもあの、7分本当にうまい。柔らかさが本当にあの、そう、あ、本当、うん、僕も7分ぐらいが一番好きかもしれない。これ今日買ってるよっていう人いるのかな。どん兵衛食べてますよっていう人いたりします。いる。どん兵衛食べてる。こんな時間作っていいの。生放送で大丈夫です。ラーメン出しってこういう感じ。今コメント待ってるんで。あ、コメント待ってる時間だった。そうそうそう、ゴールデンタイム。3人とも食べることあるんだ、うん、実食時間なんですよ今。そうなんですよ。あ、なるほどね、うん、あ、でも結構食べたよ、うん、買ったよって人多いですね。ほんとだ。多分それぐらい本当に紹介しなくても結構普段日常で食べる方は、まあ、確かに圧倒的に多いんじゃないかなって思います、ね。うんうんうん、家に大体ストックありますしね。あ、そうだね、うんうんうん。あ、カレーのやつも美味しいっすよね。いや、美味しいね。カレーうどんうまい、うんうん、肉うどんもあるけど。肉うどんうまい。肉うどんうまいのよ、うん。はい、まあそんな感じで、うん、実食していた行きましたけれども、一旦ですねちょっと置いていただいて、ごちそうさまでしたを一旦、はい、しましょう。わかりました。じゃあ皆さん手を合わせてください。せーの、ごちそうさまでした。山井の下からです。下からです。言わないんだ。それではそろそろ番組前半のエンディングです。ぐちゃぐちゃしちゃうよ、はいはい、みんな、あ、どう、これ紹介して食べたくなった。なった。なったですよ、うん、そんな語尾に印象付ける。なった。なったよね。なったと思う。じゃあ次回のおまけ放送、あ、頼む。ラーメン男子31杯目もう一杯は、うん、2021年1月中に配信します。まだ決まってないんだ。まだ決まってないんだ。すごいわ。でもほどいいよね。このおまけが、うん、新年一発目になると思うよ。あ、マジだ。うん、おめでてぇな。見てね、うん、見ろ見ろ。そして、うん、本放送ラーメン男子32杯目ですが、うん、こちらも2021年1月中に配信です、うん、それもラーメン男子の詳しい情報は各番組ツイッターでお知らせいたしますので、お楽しみに。番組ではメールを募集しています。
メールアドレスはラーメンアットマーク青春 .jp です。放送あもっと頑張れ見せる努力をしろやるなら放送画面の上にアドレスが表示されていますのでそちらで確認お願いします。好きなのならこの後ラーメン男子の会員限定放送替え玉です。そんな汚かったらやるダミ声喋ったことあるコリアルの前 で会費は1ヶ月在庫名550円です。よろしくお願いします。カスカスじゃないか番組後半ではなんかもう分かんなくなってきちゃったやんなくていいんだからね。やんなくていいんだからねやらないといけないルールはないから、はい、番組後半ではありがとう2020さよなら2020ゲームをやっていきます。なんだなんだなんだ見ている皆さんのご協力が必要なゲームなので、うん、ぜひ一緒に参加して遊んでください、うん、はいぜひ。そして今年最後の奇跡を起こしましょう。例のあの犬よりの時のやつやな。ああそれですよ皆さん。なんとかね、うん、ではでは皆さん会員限定放送、はい、替え玉でお会いしましょう。さよならーメン。さよならーメン。またラーメン。またラーメン。またうどん。また青うどん。すごい。